中央庵は、京都府京田辺市にある臨済州大徳寺派の寺院である。三号は、霊髄山。本尊は、釈迦如来。一宮寺、滝木の一宮寺とも称される。枯れ山水の石庭や、一級草潤の木造のほか、納豆の一種である、一宮寺納豆でも有名。昭和年間に、南浦嗣明が開いた妙岡寺寺が前身である。 現行年間に陛下にあって衰退していたのを、交渉2年に、一級総順が草案を結んで中交し、周祖の威風を主体い死に報いる意味で、周音案とこうした。その後、一休は、文明13年11月21日、88歳で、亡くなるまでをここで過ごし臨終の際には、死に当ないと述べたと伝わる。なお、コンパル全地区が、総門の前で、 一級のために能を演じたという、永禄三年、前田利爪がガランを再考した、かの単優によって描かれた、障壁が四十三面を収め、江戸幕府から主因状が与えられた。なお、平成二十九年に、同案で発見された文書より、この再考には、利爪の家臣である、佐々木定氏が関与していることが明らかになり、合わせてこの人物が、 江戸時代前期の六角思想家の当主であったことが判明したの墓が存在する。本堂法上南庭一級は文明13年11月21日に88歳で終音案で死去したが、これに先立って文明7年に寿き塔が建立された。この寿こき塔は一級の警護する僧の自明禅師と容義禅師の名を取って地上げ塔と名付けられた。今日の建物は 北家道と解消されている宮内庁が五小松天皇落院説に基づき領母として管理しているため門内への一般の立ち入り参拝は不可能である。ただし門の扉にある吉家門章の透かし彫りから中を覗くことは可能である。内部には村田寺工作と伝えられ室町時代の古風を表す全員式かれ散水式庭園と衝動があり、 衝動内部に、墓石がある。脳楽観余流三代、関勢三郎元茂、十五代関勢元明十九代、関勢織部政教甲州寛音寺上主佐々木朝廷及びその一族、弓木、多摂津寛、茶人寸昌安等の墓がある。音網は深く、一級に帰えしていたと言われ、その墓石は、関勢織部政教が、 文化2年に混流した。境内には一級が植えたとされる樹齢500年以上の三本杉が、かつて生えていた。一節には、一級と、蜷川新江門と蓮魚商人が、それぞれ一本ずつ植えたと言われる。昭和36年の第二室戸台風で倒れたため、その後地に昭和40年秋に二世が植樹され、今日まで残っている。周恩では、元日生まれの一にちなんで、 毎年1月の最終日曜日に、エマの祈祷奉納が行われている。エマには、その1年間の自らの近いことを記して奉納し、奉納者は、一休が名前の由来となった全財を食す。妙価値寺の跡地に建っている建物で、内部に妙価値寺海散大王国史の木像が安置されている。この木像は、一休が妙価値寺を再建した際に安置したもの。海産堂は、 大正元年に改築されたが内部は以前のまま。一級集音会が1999年に増援した地元住民が作成した多くの石像ら肝像が配置されている。各アクセスは一級寺ホームページに詳しく書かれている。約500年前一級が中国からの製法をもとに伝授した。糸引き納豆と違い、 麹菌を使用して発酵させた塩辛い納豆で、テラ納豆と呼ばれ、アミノ酸も豊富な保存食である。夏の暑い日に仕込みをして、それから一年間天日つぼしにして完成させる。今も、代々伝えられ住職の手により作られている。茶は、元来、鎌倉時代より日本に伝わるが、当安の全身名を勝ち寺の海山南浦嗣明が、全道の茶の作法を中国より日本にもたらした。 それを一級が受講に教え、他家の女王、千里宮に伝わって、現在の茶道が完成された。受講と茶の出会いは、座禅の時、水球を催すので、水木座ましに茶を用いたのが、はじめと言われている。一級は受講に、中国の上州欧尚の喫茶さんの考案を与えた。また一級は受講に、中国の援護国金の墨石を送った。これが、 佐藤に用いられた木石の最初である、平成21年5月から、経済整備事業の一環として劣化が進んでいた、工場の障壁画のデジタル再生画家を、伝統文化財保存研究所の石川俊夫監修、大日本印刷制作で言った。原画を非接触型高精細スキャナーで、取り込みデジタルデータ上で劣化などによる汚れや破損部分を修復し、 大日本印刷が独自開発したデジタル再生画家専用の和紙、印刷機、インクを使い再現され、平成22年4月15日から一般公開されている。原画は劣化を防ぐため境内の収蔵庫に保存されている。ありがとうございます。